皆さんこんにちは。恵美子しまむらのふわふわチャンネルです。イエーイ。このチャンネルは明るく楽しく史上最速で幸せになっちゃうふわふわの魔法をお届けしています。はい、皆さん、今回はですね、ここ帝国グランピングテントにやってまいりました。もう恵美ちゃんね、こういうとこ来たかったんだ。本当にね、すごくいい空気ですね。今回ね、中でね、ちょっといろいろ施設があるので、皆さんにご紹介したいと思います。こちらですね、すごいですね、もうこのね、竹もあったりしてて。ここですね。うわー、うわー、すごい。うわー、広いね。見てこれ。すごいわ。もう、いきなりプールですよね。なんかセレブ感満載って感じだよね。見てこれ。私の大好きな、もしかしてサウナちゃんじゃない？これサウナですよ、これ。しかも渓谷を見ながらね、入れるなんて贅沢だよ。これ見て、これ最高じゃんね。みんな、ここ最高。ここでサウナ入るといいね、気分がね。ここはベッドルームとかね、テントなんですけど、中がね、非常にベッドルームからすべて椅子とか全部揃っててね、すごいですね。奥もちょっと行ってみようかな。おしゃれなんですよ、これ見て。すごいね。ここはベッドですね。ベッドちゃんです。じゃあこちらがこういう風になってて、シャワーとかね、おトイレとかね、これね、さっきからね止めてんだけどね、水が止まんないんだよね。あ、止まった。弊社としてちょっとね、これはね、気になるところなんです。一滴も水を無駄にしたくない。はい、じゃあこの引き続き奥の方へ紹介しますね。あ、ここほら、ジャグジーがあります。結構暑いです、これ。この寒いところでも入ってても温まるようなジャグジーになってますね。しかもね、渓谷見ながらね、入れるなんて最高ですよね。そしてこちらがですね、バーベキューができるようになってます。もうみんながセットしてくれてますけどね、後でバーベキューやりたいと思います。キャンプに来たらもう焚き火だよね。もうこの焚き火のね、このね、炭、あっ、燃えてます。私の心と同じくらい熱く燃えております。よく一人でね、キャンプする方なんかはね、自分に無になるとかって言いますね。真っ暗の中に焚き火焚きながら、静まり返ったところでシーンとして焚き火の火を見ながらね、我に返るっていうかな、無になるということね、よく言われる方多いですね。じゃあ、早速ね、バーベキューをね、行ってみたいと思います。もうお腹空いちゃってるんで、この自然の中で食べたらめっちゃ美味しいと思います。じゃあ行きますよ。はい、それで皆さん早速ね、バーベキューやっていきたいと思います。もう美味しそうなんで、エビちゃんお肉からちょっと行ってみたいと思います。はい、で今度ここかな。でかい豆腐だよ、これ。ちょっとすいません、これこんな感じでございますよ。いったー、おいしそう。見てこの煙、これが好きなんだよね。バーベキューとか結構やられます？いや、あんまりやんないね。うん、今の東京とか大阪だとさ、バーベキューやる場所がないよね。これかなり、これふるさと納税で十勝から来たのもあったんだけど、食べてしまったんで。だから、これはね、飛騨牛です。はい。サーロインですね、飛騨牛の。ちょっと裏返して。うわー、いい感じだじゃん。いい感じ。今からちょっと味付けでいきます。便利よ、ほら。あ、ちょっと塩もつけるな。はい、こんな感じです。はい、いいね、いいわ。まず塩コショウでいきたいからね。すごいでしょ、これ。もういいかな。柔らかそう。これどうでしょう。私半焼きが好きなんで。それではちょっと行ってみます。いやー、めっちゃくちゃちょっと美味しそう。ちょっと行きます。うん、どうですか。美味しい。塩コショウだけでいっちゃえるってすごいよ、これ。やっぱり美味しい。
飛騨牛うまい。見ててよかった。後ろ景色も良くて最高っすね。後ろの景色もいいけど、こちら側のね、森林浴っていうかな、すごいよね。またなんか普通の、うん、高級なお店と全然違う。ちょっと違う空気感と、うん、で美味しさもなんか新鮮さっていうのがまた違って、やっぱりこの自然の中で食べるってことがさ、やっぱり体にいいよね。もうこう自然の空気吸いながら、あーいい空気って、そしてあー美味しいなって感謝してね、あ本当に牛さんありがとうって感じだよね。私の大好きな魚介行ってみようかな。いや私としてはね、じゃこっちのアワビで行こうかな。でかいけどこれでホタテね。あ生きてる生きてる、今アワビが踊り、アワビが踊ったよ今。なんか動いてね、ほら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 、見て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 生きてる、ごめんね。あの美味しくいただきますのでよろしくお願いします。トミさんとかだったらこういうところに行ったりする。サロマ湖のね、あの網元さんのところ行った時、取れたてのホタテとかカキとかいろんなお魚とかでこうバーベキューをやってくれてね、漁師の皆さんのお話をひとりさん聞きながらね、楽しくやった思い出もありますね。いろいろと美味しいのがいっぱいあるんで焼いちゃおうかな、豪快にやってみます。伊勢海老行きます。伊勢海老くん頑張ってね。伊勢海老くん、ちょっと松茸くんも行っちゃおうかな。行きましょう。うん、松茸くん行きます。これ1個で入れるにはちょっとでかすぎるんで。うん、おいしい。ちょっとこれやっぱこれ全然違うね、味。なんか幸せだわ、人間ってさ、こういうことが幸せだよね。うわすごい腰があるっていうか、腰っていうのなんていうの、あちょっと落ちるかも。うん、どうですか。おいしい、すごいおいしい。なんかすごくおいしいんだけど、まあアワビは白だけどちょっと赤でもいってみます。なんかめちゃくちゃおいしくてごめんなさい。ああなんか仕事しててよかったなって、なんかねここんとこめちゃくちゃみちゃ仕事して、あの忙しいって言わないのね、盛り上がってるって言ってんだけどね、本当に盛り上がり三昧だったんですよ。いやだからなんかこれ癒されるのと同時に、もう体も美味しさで癒されて、心も空気で癒されて、この景色でこれ最高だね。グランピング渓谷グランピング最高。なんか火を見てるとさ、何十年も前のことがさリアルに思い出すね。すごいな、なんかタイムスリップしたっていうか感じだから、やっぱり炎って大事だね。うん、なんかすごく今日はいい、なんか昔も思い出せて幸せな気分です。この空気の環境の中でね、あーなんか原始的じゃないけど非常にいいです。今日は気分も最高です。めちゃくちゃ美味しいからさ、私一人で食べてるのもったいないわ、みんなで一緒に食べようね。この動画良かったと思ったらいいねと拡散、チャンネル登録もよろしくお願いします。それからコメントも待ってるよみんな、イエーイ。今日は終わったんで、みんなじゃんじゃんバリバリ食べるぞ。こっからねみんなスタッフとねちょっと盛り上がります、イエーイ。食べてます。すごいね、美味しいね、もう本当に美味しい。伊勢海老もあ、これ松茸が焼けたの、これ焼きましょう、味します。味付けてなかった、焼いたけど分かんない。あ、酒、いや、なんか醤油、塩が、いや、このままでも全然風味がすごい、
風味すごい、松茸。ちょっと肉いこうかな。美味しいよ、ここ。はい、なでもちょっと、あれ若干、うん、私の焼いたアスパラだ。